静岡県沼津市内の保育事業所で、園児の顔に落書きするなど不適切な保育が行われていたと見られることが分かりました。市が事実関係を詳しく調べています。沼津市によりますと、20日に市内の保育事業所の職員と保育士が市役所を訪れ、不適切な保育が行われていたと、報告とともに今後についての相談がありました。その後、事業所では20日夜に職員会議が開かれ、2022年10月頃までに不適切な行為として、水性ペンで園児の顔に落書きをした、0歳児の顔を引っ張って広げ面白がっていた、泣いている園児の画像を職員のグループLINEで共有していた、などが確認されたということです。該当職員には保育士数人に加え所長も含まれています。市は事実関係の確認と調査を進めるとともに、事業所への注意喚起や指導をしていくとしています。また、事業所については、入所児童などの特定につながる恐れがある、として公表していません。ネットの声、これは給与の問題ではないと思います。資質の問題です。ある程度の教育を受けた人たちが、ストレス溜まってるからといって、よその預かってる子供に虐待するでしょうか。普通の教育を受けてればになることはあっても、そんなことにはならない。ただそういう人は一定数いるので、面接付きのある程度の難易度の資格試験にして、給与と社会的地位を引き上げるべきと思います。女性も社会進出して共働きがさらに増える時代において保育所は、よりどころであり、そこが不安定な運営であれば、安心して共働きもできるはずもなく、国は女性活躍を謳う前に、それが可能となるインフラ整備をして足元を固めることです。保育所の経営者の努力で保育士の待遇が改善され、保育士も基準の2倍の人数になった保育所がテレビの報道で流されていました。このようになるには保育所の経営者が保育に関すること、経営に関すること、行政の方針などを十分に理解していないと進みません。逆に仕組みが理解できると、園児のための保育ができ保育士の待遇も改善され保育士の応募も多くなって質の良い保育士が集まると思います。一方問題が起こる保育所は幹部の無知と欲望ばかりが現れ、園児のための保育ができず保育士の待遇も悪く保育士がどんどん辞めていくようです。沼津市はこの問題ある保育所を公表するとかえって問題を生じるとのことですが、園児を育てる保育が必要なのに隠すことで保育方法も保育士の待遇も改善されず本末転倒のような気がします。こういうことが増えると先生たちに向けられる視線や働く環境は一層厳しいものになってくる。子どもたちを守るため問題ある先生をあぶり出すことも大切かもしれない。しかしそれだけではなく、子供たちをしっかり見てくれている先生たちを守る環境を、ちゃんと評価する仕組みを作ることも忘れないでほしい。認定子供園の園長をしています。ここのところの事故や事件を聞くたびに、あってはならないこと、が連発することに心を痛めています。この報道も、全く信じられません。顔に落書きなんて、どれほどその子は傷ついたことか、0歳児の方を引ったのは論外。泣いている園児の写真を互いに見せ合うのは虐待そのものです。皆さんご存知ではないかもしれませんが、保育所の基準では、パートタイムでも8時間勤務すると1名の保育士としてカウントされます。このため、人件費削減のために常勤保育士を少なくし、8時間パートタイマーを置いている保育施設は少なくありません。これが、保育の質の問題につながっています。同一労働、別賃金、では、不満が溜まっても仕方なく、この点を改善する必要があります。このような保育士の子供への悪質な虐待が、ほんと多いですよね。ストレスからの行動なのか、面白半分なのか、確かに小さな子供たちを毎日面倒を見るのは大変です。しかし中、言うことを聞かない、予測外の行動を取るのは仕方ないことかと思います。ある程度の子供への注意が起こることは、本来親の役割なので子供を預かかけてる以上、保育園、保育士、側が代わりにしても良いと思います。しかし、虐待としつけは全く別物です。ここのところ、静岡県で立て続けに起こってますが、全国で調査をすればこのような問題はもっと出てくるのではないでしょうか。東京や福岡等で0、2歳児の保育園無料化で喜ばれてる家庭もありますが、私は逆に保育園の虐待問題を聞くと、無料化で子供が増えれば虐待問題が増えるのではと不安です。国や知事体は、その辺も改善していただき子供を安心して預けられる保育園作りをしていただきたいなと思います。水性ペンで子供の顔に落書きをすれば、どうなるか、
そうした想像力の欠落している保育士、また泣いている子供の画像を LINE 内で共有していた他の保育士たち、共に傷害罪と傷害幇助の罪で立件する必要がありますね。子供の人格を否定するのが保育士としての仕事でしょうか。逆に教育職としての保育士は子供を守らねばならない立場にあるはずです。少なくとも諭旨免職相当ですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。